はい、宮崎大学の田岡です。私の研究室ではですね、このように飼育試験を行っているので、このように小さなタンクをセットアップしてですね、ちょっと見づらいですが、こちらにいわゆる外部フィルターというものをセットして、で、エアレーションですね。こういう小さな飼育系でもって、魚の評価ですね、飼育試験の評価等々を行っています。それで、試験の目的はいろいろなんですけどもね、魚の餌の研究だったり、微生物を餌に添加したり、それが、どのようにその、魚に影響するかっていうようなところ、こういうスモールサイズでもって試験をしています。ちょっと試しに餌をあげてみますね。はい、こんな感じです。